なんでこんな低評価多いんだ。もう昨日なんて俺低評価200ついてるぞ。200。もう1日で低評価200とか最悪だわ。ほんと、どんだけ低評価強い気すむわ。もう、低評価ばっかじゃねえか。もう、ほんと。低評価200だわ、ついに。1日。ねえ、もう1日平均アベレージ200とかめっちゃ最悪なんだけど、俺どんだけ評価されてねえの。最悪だわ。なあ。俺の動画で全部高評価に決まっとるだろう、こんだけ面白いんだからよ。ってこれ、なあ、俺をおちょくりやがって。なあ、全部高評価に決まってるんだ、俺は、もう。ねえ、ほんとに。なのに、この低評価やっぱり、ありえないっしょ、ガチで。ガチありえないっしょ。このカリスマを差し置いて低評価を、ブチ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 つけてくるなんて、マジでありえない。ほんとに。ちょっと YouTube がおかしい。世界がおかしい。俺は高評価しかもらわない男なのに、奴が低評価がもう凄まじい数を食らっとる。1日200。なんてこったと。なんだお前ら。なあ、俺なんてよ、いつもよ、高評価しかもらってこんかった男だな、小中高と。なのに、この YouTube でこの変な扱いぶり、ありえない、ありえない、ありえないから、ほんとは。ほんとにありえねえから、俺みてえなよ、スーパースターを差し置いて。低評価とかや、ほんと。舐めてんのかって感じじゃん、ほんと。もうショックだわ。もうショック。誰だよ、低評価つけとるやつは。ちょ、ありえねえだろ。